レポートあんなすぎマジああやうかーあたし疲れたからさーあっお疲れなんでいんの <laughs> いやごめんごめんいてほしくないとかじゃないんだけどさ今日なんかサークルのみんなで勉強しようみたいな大義名分で飲み会と聞いていたんだけどうちのサークルじゃないよねえっと あれだよねゆかとかたかしとか仲いいああそう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 一年の子だえー、なんでいいのああ誘われたんだたかしあいつすぐ後輩呼ぶからなわかんねえから紹介しろって <laughs> まあね2回3回会ったことあるっけそうだよねそうだよねああそっかでそのたかしとかゆかは 酒買いに行ったあーそっかじゃあこの家開けるわけにもいかんし後輩君一人にすんのも違うよね <laughs> 何していいか分かんないしきませんよねそうだよね <laughs> OK じゃあ待ってるかうん私私は勉強してましたよちゃんと一応勉強会という。 レポートを終わらせようの会というねあの大義名分だったので <laughs> いあいつら全くやってなかったのじゃあもう花から飲み会っていいよバカみたいじゃん<笑>何笑ってんだよ意外と真面目ですねって意外じゃなくて真面目なのまあ本当に真面目な先輩はこんな締め切りギリギリ,ギリでレポートやったりしないですけど <笑>,笑いたきゃ笑えばいいさん後輩君は何やってたのああ食べてたんだへえっていうか他の人らはなんか8人ぐらいいなかった帰ったああそっか終電早いことかいんのかなるほどねじゃあ今うちら入れて5人ぐらいふん で、みんな買い出し行ったのかオッケーオッケー <laughs> 後輩君気まずいんでしょ <laughs> ずっと携帯触ってっから意味もなくつけて消してって <laughs> 出てこうかうんああ平気気まずいわけじゃない ん終わりには目合わないですけど前会った時そんな感じじゃなかったよねもうちょっと目合う子だったイメージだったんだけどん首ああこれかああなるほどね何キスマークついてんの見て恥ずかしかったんへえー、かわいいじゃんこれ別になんかなんだ 彼氏につけられたとかそんなんじゃないよユカが酔っ払って《そう、あいつマジ酒癖悪いから気をつけな》<laughs> されたことないまあじゃあ女の子にしかやんないのかもだけどひどくないこんな目立つところに私だってこんなあからさまにこれ見よがしな絆創膏なんて入りたくなかったってなでも隠れないんだもんだからってトートルネックは熱いでしょはあやだやだ 彼氏さんわかんないんですかって彼氏いないもんうんいないよ <laughs> 意外出た出た可愛い,いのに彼氏いそうなのにって大丈夫ですそういうお世辞は <laughs> ごめんね意地悪言っちゃったねそんな否定しなくていいよお世辞じゃないですって後輩君は 彼女さんとか怒んないのこういうとこ来てて彼女いないんだへえ。モテそうなのに、彼女いそうなのに <laughs> バレたこれはお世辞彼女いないって知ってたからねモテなさそうとかそういう意味じゃないようん、なんかね、ゆかから話聞いてた <laughs> 振られたんだって ハハ言うかスピーカーなんだからちゃんと口止めしなきゃダメだよ同じ学部の子に告白してなんか何喋っていいか分かんないから無理って言われたんでしょその女もどうかと思うけどね <laughs> まあ後輩君が好きだった女の子のことあんまり悪く言うのも良くないと思うけどさせっかく気持ち伝えてくれたのにそんなこと言うのはちょっとショックだよねねえ悲しいですね ああてかごめん喋り倒しちゃった平気ああ話聞くの好き本当に気使ってない別に大学の年上年下とか関係ないよ <laughs> 大丈夫ならよかった後輩君はさ今彼女欲しいとか思わないの思いはするんだう、えーんじゃあさ 私とかどう？んだから私とかどう？タイプじゃない？こういう女。先輩僕のこと好きなんですか？っていやそういうわけではない。<laughs> いや、別に告白したかったとかじゃない。私みたいな女の子はタイプじゃないのかな？って気になっただけ。<laughs> ユカか,からさあすごい真面目でいい子だよって聞くのだからどういう反応すんのかなと思って <laughs> ああごめんごめん冗談でもダメだったねうんすいませんでしたうん先輩こそ僕はどうなんですかってえー、カウンター返してくるじゃん意外とやり手 <laughs> そうだなあ 私、年下の子好きだし後輩くんみたいな子タイプだよマジマジマジこれはお世辞とかじゃなくて本当にいい子だなーって思うしあんま話したことないけどうん <laughs> なんでお世辞だっていうの自己肯定感低い系まあそういうとこも可愛いいけどさ人のいいとこ見つけてあげられんならさ 自分のいいところも見つけてあげないとかわいそうじゃん自分がそうだよだって私に対して「真面目なんですね」とかさ冗談だけど言ってくれんじゃんそういう目を自分に向けてあげるだけで自己肯定感って上がってくよまあ簡単なことじゃないけど <laughs> 仕方ないなあ

抵抗しないんだなって思って思まさら先輩に頭ワシワシされてそれ受け入れてる感じめっちゃ大型犬みたいだった <laughs> かわいいね <laughs> あラ LINE 来たなあに <laughs> つまみ買うからスーパーまで行くってまだしばらく帰ってこないんじゃないなんか買ってほしいもんとかある 連絡しとっけど特にそう私ハイボール飲みたいから私の分の酒も買ってきてーっとんまだしばらく二人っきりみたいですね後輩くん <laughs> 私後輩くんのこと気になってきちゃった <laughs> さっきのあながち冗談じゃなくなるかもななんでもない ねえもっと教えてよ後輩くんのこと私のこともたくさん知って <laughs> 私後輩くんともっと仲良くなりたいからさ後輩くん、大変な先輩に捕まっちゃったね